アワープラネット TV の白石はじめです。コンタクト、今日の特集は放射能で広がる異変。福島第一原発の事故から4ヶ月が経ち、健康の不安を訴える人が増えています。そこでアワープラネット TV では、周囲で起きている様々な異変について報告をしてほしいと呼びかけました。今ここに ありますのがですね、市民の皆さんから寄せられた報告の数、こんなにたくさんあるんですけれども、これらが果たして放射能と関係があるのか、そして子どもたちに今何が起きているのかをお伝えします。では特集の前に、市民の視点に立って選んだ1週間のニュースをお伝えします。東日本大震災の被災地で支援活動を行っている NPO などで作る東日本大震災支援全国ネットワークは11日、変化する現地ニーズを的確に把握し、より良い支援につなげることを目的に、第1回目の震災ボランティア、NPO などによる提案準備会合を東京都内で開催しました。同ネットワークは4月以降、毎月1回程度、政府機関との定例連絡会議を開催してきました。新たな会議は、ボランティアや NPO 同士が直接顔を合わせ、意見交換する必要があるとして企画されたもので、ジェンダーの視点を取り入れた支援のあり方や、災害ボランティアセンターと NPO との連携についてグループごとに話し合いました。議論された課題や対策は、次回の政府との連絡会で問題提起することにしています。国際的な環境 NGO グリーンピースジャパンのメンバー2人が、調査捕鯨船の船員らが自宅に送ったクジラ肉を運送会社から持ち去ったとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた事件で、仙台高等裁判所は12日、懲役1年、執行猶予3年の有罪とした一審の判決を維持し、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。グリーンピース側は、クジラ肉を持ち出したのは、船員らによる横領を告発するための正当行為であり、調査捕鯨の実態を明らかにするために行ったものとして無罪を主張していました。放射能汚染の影響を心配する保護者や市民団体などが集まり、12日、子どもたちを放射能から守る全国ネットワークを結成しました。本当に子どもたちが不要な被爆を受けてしまう、その第一原発事故前の環境に戻したいという。都内で開かれた集会には、福島県をはじめ全国各地から約500人が詰めかけ、各地の課題や取り組みを話し合いました。ネットワークでは今後、各地で連携を取りながら、線量の低い地域への疎開や学校給食の安全確保などについて取り組むことにしています。はい、以上ニュースをお伝えしました。では特集です。放射能で広がる異変、子どもたちに今何が起きているのか。ゲストは、今ニュースの中でもご紹介しました、子どもたちを放射能から守る全国ネットワークの発足の影の立役者でもいらっしゃいます、NPO 法人のチェルノブイリの架橋代表の野呂美香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。野呂さんは今回本当に全国的にいろいろな、お話し会などをされて、いるんですけれども、もともと北海道でチェルノブイリの原発事故の影響を受けた子どもたちを受け入れるというようなことをずっとやってらっしゃったということなんですけれども、今回この福島第一原発に関しては、の事故に関してはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。そうですね、やはり、チェルノブイリの私たちが受け入れた子どもたちっていうのは、汚染されたものを食べさせられてる子どもたちなんですね。でその子どもたちの症状とやはり似たような症状がこうホームページの方に寄せられて、それでこうテレビで見たよりは実は大きな被害があるんじゃないだろうかということで、いろいろ調査したりとか、お母さんたちの話を聞いていて、本当にちょっと危険だなって感じ始めて、3月末ぐらいですか。で4月の末からやっぱりそういうお話の依頼が多くなって、各地でお話を聞いてるとやっぱり似てるぞっていう、似たような症状が起こってるなっていう感じがすごいしてますね。
野呂さんたちは多分その全国に先駆けて子どもたちの健康相談というのをなさったと思うんですけれども、うんうん、その時の反応といいますか、どういった状況なのか教えていただけますか。もう本当に、まあ、なんていうのかな、最初はあんまり不安に思わないで、まあ、チェルノブイリの子どもを見たことあるお医者さんお連れするから、まあ、精神安定のためにっていうつもりで呼びかけたんですよね。ところがもう電話が鳴り止まなくて、とても途中からこのお医者さんの人数では受付できないっていうことで、まあ、急遽お医者さんもボランティアのお医者さんをもうかき集めるっていう言葉は失礼なんですけど探し回って、それでも本当にたくさんの方をお断りするぐらいですね、反応はありました、うん。まあ、なかなかこうメディアの中で今起きているその健康の被害みたいなものっていうのはまだなかなか表に出てきてないんですけど、とにかく野呂さんのところにはたくさんの SOS が寄せられているということですよね。そうですね。うん、で私たちもですね、今何が起きているのか、まあ、福島まで、行きまして、その健康相談、そして、独自にですね集めたその異変について、取材しておりますので、まずはこちらをご覧ください。福島県福島市、6月中旬、ここで子どもたちのための健康相談が行われました。主催したのは、子どもたちを放射能から守る福島ネットワークの防護班。150人の定員でしたが、申し込みが殺到し、最終的には500人の子どもたちが参加しました。診察に当たったのは、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワークのメンバーです。これやね。ここは、ここは、皆さんどうなん？赤でしょうか？赤、オッケー。すごい痛くない？首の下と手ところがちょっと腫れてはいきますね。そうすると、あるとね、目の下に手ころが出たり、顔がちょっと青くなったり、疲れやすくなったりっていうのがある意味あるんですよね。やっぱりそれが免疫力の低下が大まかに言ってね、ある気がするので、やっぱり健康的に過ごせるような場所に行った方がもっともっと病気を起こしやすいからね、ゆうたくんにとってはいいんじゃないかと思いますよね。はい、思います。あとね、最近何か起こった時に陰鬱とか症状をね、記載してそれを取っておくように、で検査をしたらその検査の紙もらえますから、先生にもらえなかったら先生に言って、コピーでもいいからもらうようにしておいてください。わかりました、はい。ちょっとじんましんが止まらなくなっちゃったので、ちょっと心配だったぐらいですかね、はい。やっぱり現実的に自分でも思ってたことがやっぱりおっしゃっていただいて、すごくためになったというか、まあ、県外に避難したいなっていう気持ちはまた強くなりましたね、はい。放射能の影響があるっていうのが分からなくて、やっぱりこう2日3日ぐらいは外に子どもたちも出て、断水とかがあったので、水を汲みとかにこう外に連れ出したりとかいろいろしてたので、その時にかなり浴びてしまってるんではないかっていう不安で、はい、来てみたんですが、子ども福島ネットワークが5月1日に立ち上がった時に、私の方はやはり体のことが心配になりまして、防護班の世話人に名乗りを上げさせていただいたんですね。そうしましたらば、夜中とか、まあ、早朝にですね、お母さんから電話が来るようになったんですね。放射線の影響じゃないかもしれないけど、こうやって次々と次の病気になっていくのは何だろうということで心配されて電話がかかってくるんですね。相談するお母さん方、何が困ってるかっていうと、その甲状腺が腫れて入院しましたとか言った時も、放射能の影響ですかって先生に言えないそうなんです。わずかの放射線量でも体に影響はないわけないじゃないかって思うんですね。これはアワープラネット TV に視聴者から寄せられたメールです。周囲で起きている異変を報告してほしいと呼びかけたところ、1週間で500通近いメールが寄せられました。吹き出すような鼻血が出る、下痢が続く、喉がイガイガする、倦怠感が激しい、子供だけでなく30代、40代、50代といった幅広い年齢層で同じ症状を訴えている人が少なくありません。
下痢だとか、とにかく体がだるい、それから喉が痛い、鼻血が出る、これだけたくさんの人が同じ症状を出しているとしたら、新たなそういう低線量被曝の臨床症状の一つとして、まあ、医者も認識する必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。ただ風邪ひいたようだねみたいなことではどうも済まされないというふうに僕は思っています。チェルノブイリ、大惨事が人々と環境に与えた影響。この本は2009年にニューヨーク科学アカデミーから出版されました。執筆したのはかつてのソ連でゴルバチョフ元大統領の科学顧問をしていたベラルーシのアレクシー・ヤブロコフ博士など3人の専門家です。2004年までに発表された5000もの論文を分析し、国際放射線防護委員会の公表している4000人よりも20倍以上多い100万人もの人々が事故の影響で亡くなったと報告しています。そのヤブロコフ博士もまた、鼻血とリンパ腺の腫れは相当程度の被曝をした兆候であると警告しています。実際にチェルノブイリの、まあ、健康被害というのは4000人ぐらいというふうに言われて発表されてますけども、 ICRP もそうですけども、原子力をどう上手に使うかという推進派の立場からですね、いろいろなやっぱ報告書を出しているわけですよね。どちらがじゃあどう正しいのといった場合には分かんないんですけども、すごい差があるということだけは確かですよね。それは何なんだろうということですよね。だ例えば ICRP だって一時は内部被曝の委員会を作ったけど、それはもうやめちゃいました。なぜかというと、そういう委員会だから何年かに一遍報告書が出ると。そしたら真実、内部被曝の恐ろしさをちゃんと報告されたら原子力推進の、ね、仕事はできないんです。実際にはそういう被害がかなり出てるということが事実だとしたら、やはり根本的に内部被曝を考えた健康被害というのを考えなきゃいけない時期になっているというふうに思いますよね。はい、まあ、今ご覧いただいたようにアワープラン TV でこう何かこうおかしいことが起きているというのはインターネットの中でも3月のうちから非常にこう話題にはなっていたんですけど、当時はこうデマなんじゃないかと、あるいはその科学者の中にはそれはもう放射能とは関係ないって早いうちからそういうものが出回っていたために、多くの人たちがそれに対してこう声を上げたりとか、具体的にこう、それが何かということをこう、まあ、そこまでたどり着けていなかったと思うんですね。で、まあ、野呂さんたちはずっとその健康相談をされていたということ で、こちらの方に、まあ、たくさん その報告の数々があるんですけれども、ちょっとまあ野呂さんに見ていただきたいのがですね、今この私たちのところに寄せられたうち、550ちょっとプリントできたものを分析してみました。で、ここにある通りにですね、多かったのが、この喉の不調、具体的に書いてる内容って言ったら喉がイガイガする、はい、でこれはだから3人に1人ぐらいの方がそういった症状を訴えていまして、それから多かったのがやはり鼻血、これもやはり 20% ぐらいの方が鼻血を出していると。でお子さんだけじゃなくて30代40代50代60代もう年代問わず非常に多い。それから、下痢ですね、それから倦怠感ということなんですけれども、この症状が全くそのどういったところが出てくるかということが明らかになってないわけなんですけど、私が、まあ、この資料を見た感じ、とにかく皆さんほぼ同じようなことを500人の方が訴えてらっしゃるっていうのが、こう毎日これを見ていてちょっと恐ろしい気持ちだったんですけども、この内容を見て野呂さんはどういうふうにお感じになりますか？そうですね、やっぱりチェルノブイリの普通に汚染地に住んでる子どもたちにはよくある症状だなっていうのは思いますね。だからあんまり不思議はないっていうか、あれだけの放射能が日本中をこう頭の上から降ってきたわけですから、なってもおかしくないけれども、普通のお医者さんはそういう吸入だとか、ええ、体の中にこう入り込んだ放射能のことだとかはあまり日本のお医者さんはわからないですよね。だからいくらその普通の人がもしそうじゃないかなと思って異変を疑って病院に行っても、もう神経質すぎるとか、まあ、聞いてもらえないことが多くて、
そのはけ口でやっぱり聞いてもらえそうなインターネットとか、まあ、私たちのところにもう駆け込むように問い合わせしてるんだと思うんですね、うん、で病院に行ってお医者さんの診断聞いて納得できないっていう時はやっぱり何かあるんじゃないのかなっていうふうに思った方がいいかなと思います、今の時期はね、うんうん、ここの中でもですね、うん、もちろん医療機関にかかってない方もかなり大半なんですね、うん、つまりその鼻血ではなかなか普通病院に行かないケースが、うん、非常に大量でも行かない人が多いので、うん、ただ行ってる方もいらっしゃるんですけれども、ほとんど例えばウイルス性なんじゃないか、下痢があまりにも激しい、うん、ウイルス性なんじゃないかというふうに医師に言われながらも検査すると何にもその出てこないと、でそういうその結果がわからないでとりあえず返されたって方がやはりかなり多いですよね。それがすごく原爆ブラブラ病もそうなんですが、チェルノブイリもそうなんですが、検査で出てこない異常が、だから血液検査しても何の異常も出てこない、で下痢も薬で止まらないですよね。だからわからないお医者さんは一生懸命抗生物質出してどんどん強い薬を出したりするんだけれども、放射能が原因の場合はですね、そういうのはほとんど効かないし、検査の結果何も異常出てこないものなんですね。ただそれであっても病院には行って受診しておいた方がいいと思いますね、記録になるので、うん、記録になるということで、うん、で的外れだな、お医者さんの言ってること分かってなんかは的外れだなと思っても、その的外れであることも後で何かの証拠になったりするので、それと似たような症状が起こってたという証になるので、うん、病院には行っといた方がいいですね。ああ、なるほど、うん、ただ逆にこう病院に行って嫌な思いをしているお母さんも多いっていうふうにも聞いたんですね。まあそれはね、どういうお母さんが神経質なんだよとか、気にしすぎだとか花粉症だとかいろいろ言われると思うんですけれども、うん、これ日本のお医者さんもこれから学んでいかなきゃいけないことなので、チェルノブイリでも私たちもよく嫌な思いしたんですけど、被爆って言ったらもうがんとか白血病とか、そういうところにお医者さんはダーッと行っちゃうんですね。でも普通に汚染されたところで住んでる子どもたちの起こってる症状っていうのは、こういう何度もない、なんていうか病名のつかないような病気をいっぱい抱えて持ってるんですね。病気の花束って言われて、でそういうことを日本から行った救援で行ったお医者さんはほとんど普通の子どもたちを見てないんですね。重症の、子どもたちを見たりしてるけれども、でもがんになった子どもっていうのは本当に氷山の一角で、その下には無数のこういう何気ない病気を抱えた子どもたちがいっぱいいて、疲れやすいとかね、倦怠感とかね、はい、これも甲状腺障害の特徴ですよね。それからこの目の腫れですか、はい、汚染のあるところで転んだ子どもはよく目が腫れたっていう話をお母さんたちから聞きますので、今回もなんかそういうケースがあると、うんうん、あと紫色に腫れ上がったとか、数値の高いところの砂場で転んで次の日も目が腫れ上がってたとか、そういう話はよく聞きます、うんうん、あざができたりとかほくろが消えたり出たりとかっていう、うん、その明らかにストレスとかそういった体調とはまあ関係ないような症状を訴える人も多かったり、あとはその、女性の場合生理が来ないとか、あるいはその周期がおかしいとかですね、アレルギーの方が非常にこう悪化するというのも、あとはその、良くなってた病気が再発するとかですね、そういう方もまあ非常に多いなというふうに思ってますね。まあ、今もう一つの問題は、汚染されてる食料を食べてるということですね。国の基準が緩まって、そうすると体の中に汚染されたものが入ると抵抗力が落ちていくんですよね。で抵抗力が落ちることによってアレルギーも悪化するし、まあ、治ってた病気も出てくるし、自分の古傷が痛み出すっていう人も多いですね。ワンランクツーランクぐらい抵抗力落ちますね。だから疲れやすくなるし、うん、無理はできなくなってくると思います、うんうん。ちょっと前回ですね、2週間ほど前に野呂さんにちょっとこれをデータを見ていただいたときにぜひこう地域別にどうなってるかまとめて欲しいというふうに言われて、私たちもじゃあどういうところからその異変が報告されているのかちょっとこう地図にですね落としてみました。そうしましたらこれがですね、多く
その報告があったところがですね、やはりこう、東北関東にこう、まあ、集中していると。でこれを見るとそのやはりなんというか、まあ、基本的に汚染地域に偏っているというふうに考えると、やはり、まあ、私たちインターネットメディアなのでローカルメディアで、まあ、例えば関東ローカルとかではないので全国の方が一応まあ見てくださっていると考えると、やはり関連性をこう無視できないなっていうことが非常にこれを見て、うんね、なんかこう逆にショックを受けたというか、うん、やはりそういうことなのかなというふうに思ってしまったんですけれども、本当はこういう疫学的な調査っていうのは政府が率先して国民の健康のためにやらなくちゃいけないことなんですよね。で抵抗力が落ちて、例えば福島県の伊達市の、幼稚園とか保育園の子どもは、はい、風邪ひいても治らないで肺炎とかになって入退院を繰り返すっていう話を聞いたんですね、この間行った時。それでもうそれは本当にチェルノブイリで起こってることだったんで、うん、もうドキッとしましたね。でやっぱりそういうことを日本では絶対起こってほしくないと思ったのに、ずる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 と、もうみんな汚染物を食べていて、症状が出てきてることがすごくこう怖いです。うんうん、このまま何も手を打たなければですね、うん、チェルノブイリの子どもたちは何も3年間手を打たなかったばっかりに、そういうがんとか多発したわけですから、うん、やっぱり早い対処をしてほしいなというふうに私は思いますね。うん、野呂さんは、うん、そのチェルノブイリ事故7年後ぐらいにベラルーシとかに入られて、うん、実際にこう現地を見てらっしゃるわけですよね。うん、で、まあ、今映像もお借りしているんですけれども、やはりそのこう行かれてどんな様子だったんでしょうか。あ、ベラルーシの、はい、ベラルーシに、まあ、実際に現地に行かれているわけですけど、今写真が出てますけれども、うん、そうですね、とにかくその健康な子どもはいないってみんな言ってるんですよ。だから例えばクラス、まあ、2クラス100人いるとしたら98人は何らかのトラブルを持っていると、うん、でその子どもたちがストレスとか何かすごくこう重大な事件があって抵抗力が落ちた場合発病すると。だから発病未満というか、まあ、漢方の言葉で言ったら未病という言葉があるんですけど、うん、そういう、こういつ異変が起こってもおかしくない子どもたちがほとんどだというふうに言ってました。うん、だから授業も45分じゃなくて25分とかそういうふうに短縮して行われてるんです。普段の45分の授業を、まあ、受けることができないような、うん、疲れやすくなって、うん、お子さんがいると、うん、で実際そのお子さんたち その体調の異変というか不調によって、うん、その人口が流出するというか、そういったところもある。そうですね、やっぱりこう知識階層から出ていきましたね。だから残っているのはもう農民とか障害を持っている方の家族とか子だくさんとか、そういうちょっとこうよそで食べていけない家族ばっかり残ってしまってましたね。まあ、今回その福島にも行ってらして、で、まあ、線量なども測ってらっしゃるんですけど、うそういったのをこうチェルノブイリ その、まあ、経験と、それからまあ今回の起きていることっていうのも、まあ、両方ともまあ見てらっしゃるんですけども、はい、今やっぱり一番どういうことを感じられますか。福島の線量が高すぎますよね。クレイジーだなっていう、まあ、チェルノブイリ関係者はみんな言ってるんですけれども、うん、関東の、まあ、ホットスポットって言われてるあたりがどっちかというとチェルノブイリの数値に近くて、うん、チェルノブイリではもう1マイクロシーベルト超えるようなところに人は住ませてないですから、そういうところに、まあ、ほとんど福島県の福島市とか郡山市とか二本松市とか伊達市とかね、そういうところに人がいっぱい住まわされてることが、うん、ちょっと信じられない、信じたくないですね。うん、自分の国でそんな非人道的なことが行われてるっていうことが理解できないですね。うん、まあ、実際でもそういう状態になってしまっていて、うん、まあ、国の基準のいわゆる公定のですね、20ミリシーベット年間というのも撤回はされてない、まあ、1ミリ目指すとは言いながらも撤回されてない状況ですし、まあ、それがなくても本当に福島市とか郡山市とか二本松市とか、まあ、非常にこう高い線量のところでまだまだ子どもたちも元気に
遊んでるという状況が続いてるんですけれども、野呂さんのその今までなさってた保養の経験からすると、今こう何をしておくべきだというふうにお感じになりますか？子どもはやっぱり即刻出すべきですね。あの大人は経済的な理由で出れないにしても、子どもには全く関係ないことなので、クラス単位でも1ヶ月ぐらい、あともうこの線量だったらもうしばらくあの返さないぐらいの気持ちで出してってあげないと大変なことになると思うんですよ。で最終的にはベラルーシでは海外保養もあり、それから他にサナトリウムにも行くプログラムも政府の責任で作ったし、あのなるだけその放射能から切り離すっていうことをやってるんですね。でもそれでも追いつかないぐらいの数値だと思います、そこで取れたものを食べてるのでね、立ち入り禁止の森ですよ、ベラルーシで言えば。そういう怖くて入れないようなところにたくさんの人が住んでいて、子どもたちもまだ残ってるわけじゃないですか。それはもう本当にあの許しがたいことだと思いますね、でこれはあの野呂さんなどの話だと、まあ、ここに今こういうふうに異変が出てるんですけれども、その必ずしもその福島県内だけの問題ではなくて、もっとこう広域で取り組むことなのかなとも思うんですけれども、関東でもですね、やっぱり子どもたちを出してあげなきゃいけないような数値のところはたくさんあります。でベラルーシではやっぱり 0.1 マイクロシーベルトを超えたところではですね、自給自足をしているので、全部を関東と同じには当てはめられないんですが、そういう地域の子どもたちでもやっぱり具合が悪くなってきてますし、実際関東でもみんな鼻血を出したり下痢を出したりしてますよね。でもう鼻血と下痢が2点揃えば内部被曝だってあの日田先生もおっしゃってますし、まあ神経質になりすぎてもいいと思うんですね、でも今私たちが一番やらなきゃいけないのは子どもを守ることだから、後でそんなのやりすぎだったよって言われてもいいくらい、本当に、まあ、今ですね、こういろんな問題が次々に起きていて、まあ、まずあの皆さん出られる人は、まあ、出た方がいいし、それからその記録をきちんと、まあ、取っていくことが大切なんだなというふうに思いました。あの野呂さんどうもありがとうございました。はい、では番組の終わりにですね、放射線の飛散を予測するために、同日気象庁が発表している向こう3日間の粒子、飛散予想をご覧いただきながら番組をあの終えたいと思います。週末お出かけの際は風向きや天候に気をつけてください。